はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハラです。はい、今日はこちらですね。うん。4D パズル昆虫デラックスです。こちらは先日行った静岡の、うん、なんだっけ、科学館のルクルっていうところでシンくん買ってきたものですね。はい。4D パズルなんで、多分組み立てていくんでしょ、これ。うん。で、しかも、19種類プラスシークレット1種類で、全20種類らしいんだが、うん、昆虫で何が出るかわかんない。うん、だからムカデとか出る場合があるね。そうだ、カブトムシとかが出てくるっていうね。うん、じゃあ開けていきましょうか。はい、はい、このままブシッと開ければいいの。いや違う、シール剥がせる。よっしゃ、おっ、うっ、ちゃんは、えーちゃん、ザリガニみたいなやつだね。えーちゃん、ムカデじゃないそれ。いや、ムカデとこやつ。パパはハチ。まさかハチっぽいね。ラインナップはですね、このような感じになってますね。はい、かなりいっぱいあるんだけど、はい、まあ、欲しかったのはカブトムシとかクワガタムシなんだが、はい、どうやらこちらが出たのはムカデとスズメバチっぽいね。うん、じゃあ作っていきましょう。はい、あのね、これ残念なことに説明書何もないんだよ。うん、だからもう自ら考えて作るしかないですね。うん、ということで完成しました。はい、だけどちょっとね、黒いです。はい、黒いので閲覧注意です。ここからは、はい、虫が苦手な方はここから見ないでください。はい、本当に虫が苦手な方、ただ今回組み立てた虫を見終わった後にちょっと別の虫がね、虫をご覧いただけるので、うん、今度はかっこいいからね。そう、かっこいいやつ、それそこまでスキップしてください。はい、だいたい何分ぐらいかここに書いてありますんで、はい、何分ぐらいまで飛ばしてください。はい。じゃあ今回組み立てた虫先に見せますよ。はい、まずエイシンが組み立てたのはこちら。おー、ムカデ。もう超キモい。ムカデだよ。これこんな、もう最悪で、あー、ちょっとキモい。キモい。で、パパが組み立てたのが、はい、こちらオオスズメバチ。はい、これはギリ大丈夫かな。うん、ギリ大丈夫ね。しかもこれ動くん、お尻が動いたり羽が動いたり、うん、あとちょっと口が動く、あ、顔も動いて口がちょっとだけ開きますね。はい、でね、お尻にね、ちゃんとね、針がありますね。針もついてんだよ。いや、これでもね、ちょっとね、気持ち悪い。キモいね。しかもなんかね、このね、スズメバチの方はね、ちょっとね、ベトベトなの。ちなみにオムカデとこいつを合わせるとこんな感じになります。ちょっとめっちゃ気持ち悪いね。これほら、ムカデライダーみたいなね。ムカデライダーはちょっと怖いね。ということで、エイシンくんがですね、欲しかったカブトムシやクワガタムシ出ませんでした。はい、残念。そしてこれね、 4D パズルってやってたんだけど、どこが 4D なんだろう。特に匂いもないし、光も出ないし、 3D パズルじゃないんですかこれ。 3D パズルなんだけど、感情を出させるために 4D って言ってんだよ。そうなんだ、何が 4D なんだろうね。動くから多分。はい、ここからですね、先日行ってまいりました静岡のですね、ふるさと世界の昆虫館で買ってきたものを紹介したいと思いますね。1点だけなんだけど、はい、こちらでございますね。はい、ヘラクレスリッキーの4本を買ってきました。はい、こちらですね、ヘラクレスオオカブトのリッキーだね。はい、背中がちょっと色を変わってるやつ、うん、で、ちょっとね、青みがかってるので、うん、これリッキーブルーでしょう。はい、うん、こちらをですね、買ってきました。はい、すごくね、安く売ってたんだよ。うん、これ実際生きてたやつを標本にしたやつですね。はい、すごいよねこれ。うん、ものすごくかっこいい。そう、生きてるみたい。うん、本当に今にも動き出しそうだ。そう動き出しそうだよね、こんな感じです。うん、ちなみにこちらの標本はですね、6000円でございました。はい、あのね、多分このヘラクレスリッキーブルーの標本の中ではかなり安い方だと思います。うん、うん、すごくね、館長さんがね、良心的な方でね、うん、いろんな標本を出たけど安かったよね、みんなね。うん、すごくかっこいい。うん、これちゃんとですね、このアルミで覆われてるので虫が入らないようになってますね。はい、うん、だから虫が湧くこともありません。はい、はい、いや、ほんとね、毛とかわかるよね。うん、すごいかっこいいよね。そう、背中のね、この羽の部分にも毛が生えてるんだよね。うん、あと、この裏側、体の方の足の付け根とかにも毛がいっぱい入ってますね。うん、
こんなにねヘラクレスオオカブトって毛が生えてたんだね、うん、よくわかるよね。実際生きてた虫だからね。はい、普通のヘラクレスオオカブトの角の先は尖ってるんだけど、うんうん、リッキーは鍵になってるんだよね。あ、そうだね。この下の方の角かな、こっちの下の方の角、うん、こっちだね、うん、こっちの角こう鍵みたいになってるよね。はい、そう、これがリッキーの特徴みたいなね。はい、はあ、あとこっち側の角も形違うって言ってたね。うん、うん、微妙に違うんだね。うん、じゃ上から見せましょうか。こんな感じ。はい、まあすごいかっこいいよね。かっこいいねこれね、うん、素晴らしいですね。はい、ちゃんと接着剤で止めてあるからこそこうやってちょっと縦にできたりできるね。はい、あんまりこう振動とか与えないように今後もして綺麗に飾っていきましょう。はい、はい、ということで今回は 4D パズル昆虫デラックスとヘラクレスディキブルの標本でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。ちょっとね虫苦手な方は申し訳なかったですかね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとかヘラクレスデッキかっこいいと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。 Bye.